小島市長のお知らせをご覧の皆さん、プロサッカークラブを作ろうロードトゥーワールドプロデューサーの宮崎です。開発スタッフの中村です。2月の小島市長のお知らせ動画で発表いたしました新イベント、スーパーオーナーズチャンピオンカップ、略して SOCC につきまして、大会の詳細をご説明させていただきます。まずは大会日程です。こちらのスライドをお願いいたします。 SOCC 第1回大会のスケジュールはご覧の通りです。詳細については中村の方からご紹介します。はい、改めて SOCC とはどんなものなのかご紹介いたします。次のスライドをご覧ください。 SOCC も SWCC 同様、オーナー同士で戦っていくイベントとなります。イベントはファーストおよびセカンドラウンド、ファイナルラウンドが用意されており、ファーストおよびセカンドラウンドは総当たりのリーグ戦、ファイナルラウンドはトーナメント方式で各トーナメントの優勝者が決定いたします。次のスライドをお願いします。この SOCC では新たにアウェーデッキが必要になります。ファーストラウンドの開始前にアウェーデッキの登録が必要になりまして、で、他オーナーから対戦を挑まれた時にはこのデッキで試合が行われます。アウェーデッキの対戦成績も、今回は順位に影響を与えます。はい、次のスライドお願いします。ファーストおよびセカンドラウンドはポイント制となります。このラウンドでは、勝ち点ではなくポイントで順位をつけるような形になっています。ゴールでもポイントが入るので、ゴール数によっても順位が変動します。まず勝ち点を見る SWCC に比べて得失点、ゴール数の重要度が高いイベントとなっています。そういった感じなので、ファーストおよびセカンドラウンドはゴール数やアウェーデッキを意識するのが重要になってきます。はい、次のスライドお願いします。今回のイベントでは各ラウンドの順位に応じて次のラウンドの参加クラスが決定いたします。ファーストラウンドではアリーナでのディビジョンをもとにマッチングされた10人1組のリーグに分けて総当たり戦を行います。セカンドラウンドではファーストラウンドのリーグ内順位によりセカンドラウンドのグループ分けを実施し、再度総当たり戦を行います。この時ファーストラウンドのポイントは持ち越しません。はい、次のスライドをお願いします。 SOCC では SWCC と違い途中での脱落がありません。ファーストおよびセカンドラウンドでホームの試合を1試合も行わなかった場合は途中敗退扱いとなりますが、各ラウンドをプレーさえしていれば成績に関わらず全員がファイナルラウンドに進めます。ファイナルラウンドではセカンドラウンドの順位を受けて成績が近しい人とトーナメントが組まれるようになっており、組まれたトーナメントごとに優勝者が決定いたします。またファイナルラウンドでは選手の調子が試合に適用されます。1試合目はファイナルラウンドのデッキを最後に編集した時点の調子から始まり、その後リーグ戦と同じように試合が進むごとに各選手の調子が変動していきます。どこに選手の調子のピークを持っていくかがトーナメントを勝ち上がるために大事な要素の一つとなっています。次のスライドをお願いいたします。最後は報酬についてです。本大会はファイナルラウンドのクラスと順位に応じて報酬をご用意しております。すべてのクラス、すべての順位ごとに称号とエンブレムをまずご用意しています。またクラスに応じて星5確定スカウトチケット、 SWCC と同程度の量のトロフィーなど報酬を豊富にご用意しております。はい、 SOCC の特徴は以上となります。今回ご紹介したレギュレーションについては第2回以降運営しながら適宜変更していく場合がございますのでご了承ください。 SOCC は参加いただくすべてのオーナーが、自分との近しい戦力の相手と競い合うことでもう一歩先の楽しさへつながる大会を目指していきます。そのために適切なマッチングを行い、実力に合った環境で戦えるルール作りを行いました。大会期間中最後まで勝ち負けのドキドキ感を感じていただけるようそんな大会になっておりますので、ぜひ SOCC 第1回大会にご参加ください。今回の開発からのお知らせは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。